ラバラや。どうしようかな。お前何してんねん。お前何してんねん。お前、いや、見てもやり方はわからんやろ。てか、お前、何をしてんの？やめろよ。普通に、うるさ。うるさ。うるさ。意味ないやもん。うるさい。音出した意味ないねん、これ。そこで絶対バレるやん。え、何？もう意味ないで、もうそれ別に。何やっても。何これ？バラバラ。もうとりあえずもうええわ。イカ様、イカ様とかちょんぼやから。なんでやねん、お前がおかしいやんけ。もうやめろ。マガロン、漫画バラエティチャンネル。みなさんこんにちは。マガゾン漫画バラエティチャンネルです。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。この動画にはネタバレが含まれているので注意してください。今回はボスキャラ解説第2弾。2回目となる今回は拷問好きの胸クソキャラのあいつを紹介。拷問好きのキャラってことはあいつか。誰を想像してるかわからないけど紹介するのは東京グールのヤモリだよ。なんだヤモリか。まあ確かにヤモリといえば拷問だよな。よく知らんけど。ヤモリは恐ろしい見た目と圧倒的な強さで読者に絶望感を与えたキャラだね。でもただの胸クソキャラではなくて、悲しい過去を持ったキャラでもあるんだ。こんな奴がそんな過去持ってるわけないだろ。とりあえずさっさと解説しやがれ。それじゃあ早速解説していくよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。まずは大まかなプロフィールから。ヤモリは石田水先生の東京グールに登場する敵キャラだよ。ヤモリっていうのは本名ではなくて、本名は大森八雲っていうんだ。身長は186センチ、体重は101キロの大柄な体育が特徴だね。血液型は B 型だよ。悪い意味じゃないけど B 型って感じの顔だよな。いや本当に悪い意味じゃなく。B 型の方ごめんなさい。服装は白いスーツ、またホッケーマスクを着用しているよ。グールってなんでマスクつけるんだ。普段は人間として生活しているから、グールとして行動するときは顔バレしないようにつけているんだよ。グール捜査官にバレないようにするためにも重要だね。性格は拷問好きということからもわかる通り残虐。段落生とホッケーマスク姿からグール捜査官からはジェイソンと呼ばれ恐れられているんだ。また人間を痛めつけることが趣味で食用として殺すのではなく、サディストとしての欲求を満たすために他人を殺すんだ。究極のサイコド S 野郎ってわけか。はちゃめちゃに気違いしてんな。あと意外とありつつだな一面を持っていて部下から慕われているよ。こういうやつって身内には甘いんだよな。またヤモリは、青霧の木、というグール組織に所属しているよ。青霧の木、は人間や弱いグールを力によって支配しようとする凶悪なグールの集団だよ。青霧のグールは歴戦の捜査官でも苦戦するほど強いんだ。そんなグールの中でもエリート集団の青霧の木でヤモリは幹部を務めているよ。ただの拷問好きの気違いってわけじゃないんだな。ということで次はヤモリの能力を解説していくよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。まずはカブネの説明から。グールには自在に伸縮、軟化効果が可能なカブネと呼ばれる捕食器官が存在するんだ。カブネがグールにとっての武器だよ。そしてカブネは RC 細胞と呼ばれる物質で構成されているよ。ちょっと何言ってるかわかんないっす。まあ簡単に言うとカブネを使用したり強化するためにグールは人間を捕食しているんだ。人肉を食べることで RC 細胞を蓄えることができるからね。またカブネは、羽角、甲殻、輪郭、尾角の4種類に分けられるよ。これは角胞と呼ばれる RC 細胞を蓄える器官の位置で決まるんだ。わかりやすく言うと角胞があるところからカブネが出てくるよ。
例えば、うかくなら角方は肩甲骨あたりにあるから文字通り羽みたいな感じのカブネだよ。カブネの種類によって相性があるんだけど、今回は省略するね。なんか難しくてよくわかんなかったぜ。ほんでヤモリのカブネはどんなんやねん。ヤモリのカブネは輪郭だよ。輪郭は腰あたりに角方があって鱗に覆われたカブネなんだ。ヤモリのキャラに似合う攻撃力が高そうな見た目だよね。でもヤモリの本当の力はこんなもんじゃないんだ。ヤモリはズールの中でも珍しい覚者の一人なんだ。厳密には反覚者だけどね。覚者なんだそりゃ。覚者は人間だけではなくズールを食べることで稀に発現するズールのことだよ。つまり共食いすることで覚者になるってことか。覚者の特徴は通常のカブネとは違い、身にまとうようなカブネを扱うんだ。まあとりあえず普通のズールよりめちゃくちゃ強いってことだな。ヤモリの場合は頭から右腕にかけてカブネをまとうタイプだよ。戦闘スタイルはテクニック型というよりは圧倒的な破壊力でぶん殴る攻撃特化型って感じだね。見た目、性格通りの脳筋タイプってわけだ。ということでヤモリの能力、強さ、はこんな感じだよ。マガゾン、漫画バラエティチャンネル。続いてはヤモリの過去について。ヤモリが拷問好きになったのには過去の出来事が関係しているんだ。ヤモリがまだジェイソンと呼ばれ恐れられる前のこと。ヘマをしてしまったヤモリは捜査官に捕まり、プール収容所に送られてしまうんだ。なんでこんなやべえやつ釈放してんだよ無能が。本来なら処分されるはずだったんだけど、その時起きていたある事件の情報を引き出すために生かされたんだ。一命を取り留めたヤモリだったんだけど、担当の捜査官がかなりネジのぶっ飛んだやつだったんだ。そしてその捜査官から毎日毎日えげつない拷問を続けられるよ。先般は捜査官か。潜水とかデビルマンの胸クソ悪さにちょっと似てるな。潜水の場合は妖怪をいじめる人間が先般だったし、デビルマンも助けようとしてた人間が悪魔みたいなことしてたしな。確かにそうだね。ヤモリは日々続く拷問の苦痛から逃れるために、自分がグールではなく拷問する側と思い込むことにしたんだ。すると痛みを与えられているのか与えているのかわからなくなり、気がつくと捜査官を拷問していたんだ。この出来事がヤモリが拷問好きになった原因だよ。またヤモリは指を鳴らす癖があるんだけど、これはもともと拷問していた捜査官の癖なんだ。後にヤモリの拷問を受けた主人公の金木も指を鳴らすようになるんだけどね。ただの気違い胸クソキャラと思ってたけど、過去の出来事を聞くと同情しちまうぜ。やっぱり魅力的な敵キャラは背景がしっかりあるんだな。ということでヤモリの過去はこんな感じだよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。続いてはヤモリの最後を解説するよ。ヤモリはある時、ハングールの主人公のカネキに目をつけ拉致するんだ。そしてありとあらゆる気違いじみた拷問にかけていくよ。どんな拷問をしたかは後で紹介するね。はちゃめちゃな拷問によって過大なストレスを受けたカネキは一瞬にして白髪になってしまうんだ。一瞬で白髪になるほどの拷問ってやばいな。これはファンの間では白カネキと呼ばれていて人気なんだよ。その後カネキは覚醒。ヤモリも反覚者化して応戦するんだけど、覚醒したカネキには歯が立たないんだ。そして隙を突かれてカネキはヤモリの覚醒を食べてしまうよ。結果カネキに負けてしまうんだ。あれ、死んだわけじゃないのか。この時点ではお前の命の責任は取りたくないと言われ見逃されるよ。でもその後現れた従上というクレイジーガキキャラ捜査官にとどめを刺されて死ぬよ。これがヤモリの最後だね。拷問によって覚醒したカネキにボコられるとか自業自得だな。マガトン、漫画バラエティチャンネル。最後にヤモリがカネキに行った拷問を紹介するよ。
なんだそのイカれた紹介コーナーは。まずは、眼球注射。RC 抑制液というグールの抵抗力を奪う薬剤があるんだけど、これを体内に注入することでグールの強靭な体にも熱が通るようになるんだ。でもそれを注入する注射がそもそも通らないんじゃ。だからにいい光が通る眼球にぶっ刺すんだよ。カネキはこの痛みを眼球に溶岩を流し込まれたよーと形容していたよ。カイジの爪の間に針を刺されるやつもそうだけど、針系の拷問って見てるだけできついよな。続いては無限切断。これは何度も何度も足の指を切断するという拷問だよ。でも足の指出したらマックスでも10回で終わりじゃね。グールは回復力がすごいから時間が経てばまた生えてくるんだ。生えてきたら切断するというのを繰り返し行うよ。そして最後は耳穴トビズムカで。お、これは有名なやつだな。その名の通り耳の穴に巨大な生きたムカデを入れるという拷問だよ。この拷問がきっかけでカネキは覚醒するよ。ところでこのムカデはどこに行ったんだろうな。ということで今回はヤモリの解説をしました。やばいやつだけどなかなか魅力のある敵キャラだな。東京グールは魅力的なキャラが多いから機会があれば紹介するね。それじゃああとはピエロー頼んだぜ。マガトン漫画バラエティチャンネル。どうもピエローです。今回紹介したヤモリめちゃくちゃ怖いですよね。ちなみに以前僕はイモリを飼育していました。現在はアマガエルを飼育しています。以上ピエローのどうでもいい情報でした。それでは今回はこの辺で。チャンネル登録よろしくねー。高評価、ツイッターのフォロー、ブログのチェックも忘れずにー。マガゾン、漫画バラエティチャンネル、みんな覚えてねー。それではまた。